2020年2月の4日、朝の11時ぐらいです。今、京都のですね、百万遍に来ております。百万遍というのはですね、いわゆる京都大学がある場所ですね。ですので学生街です。学生街ですので、安くてですね、美味しい定食屋があります。ということでですね、そういう安くて美味しい定食屋のハイライトさんにですね、行っていきたいと思っております。それでは